国の皆様の願い思いを受け、そして皆様の願いを叶えるべく、ご神体を清めて今海水沐浴みそぎ浜に向かっていきます。大変恐れ入ります。近くの方はその道を開けてあげていただきたいと思います。その道をお開けくださいませ。Come on.
優秀者の皆様を水堀を見守っていただきました皆様にも崇高なこの水しぶきの一つ一つに宿るその心思いを水しぶきと共に受け取っていただきましょう。家内安全養運成就の御利益があると言われます。見ている私たちにその冷たさと厳しさも伝わってまいります。行の素晴らしさ、行衆の素晴らしさ、崇高な姿、厳しい命のほとばしり、その息吹、行衆者の皆様方が海から上がり、そして水盛りが行われました。4人の寺崎行衆者、清水拓海さん、斉藤浩さん、平野俊太さん、加藤幸康さんでございます。観客の皆様から大きな声援を送っていただきます。別途を抱きます。玉より姫の御事を抱きますのは清水拓海さん、馬の御霊の神稲荷を抱きます。斉藤浩さん、大山積みの神、山の神を抱きます。平野俊太さん、弁財天を抱きます。加藤幸康さん、4人の行衆者の方々の海水沐浴神事が終了いたしました。先ほどまで少し穏やかだった海浜に吹いてまいりました。多くの皆様の温かな見守りの中で無事転落を果たされた4人の行衆者の皆様でございます。